はい、皆さん元気ですか、元気があれば何でもできる、元気があれば認知症も怖くないということで、認知症サポートの浅井です。今日はですね、本来は、これ一番最初にねやるべき指の、体操があっ あってですね、今日はちょっとその指の体操を皆さんとやってみたいと思います。でこれは指回しの健康法なんですけども、これはあの栗田先生という先生が、以前あの草案された指回しで、指が知的機能の拠点で空間認知を支える視覚と、連動しながら姿勢制御の保持、とも密接に関わるということを特徴とする大変簡便な、ね健康法で、心身の総合的な、健康を促進するということで、開発されたそういう指回しですね。で、まあ、実際にやってみますとですね、まずドーム状にですね、左右の両手の、ね、指を合わせてもらう。そして、親指から、この根元をですね、拠点として、時計回りを右回し、ね、で反対を左回しと、まあ、いうふうに呼んでいます。で指と指が、触れ合わないように回すというのが大事です、ね、でこれを、右回しを20回、ね、で左回しを20回をやっていきます。こういうですね、回していきます。まあ、あのスピードを乗れば、早く回してもらってもいいし、ゆっくりでもいいですし、ね、自分のできる風でやっておられますですね。で次に、人差し指でいきますね。人差し指も同じようにまず右に回していく。まずゆっくりでいいと思いますね、最初は。で、速くなればスピードを速くしてもらってもいい。これも20回ずっと回して、20回回していただくと、ね、で速くなればこうやって速くすると速く回す。で次反対回しで、やり回しね、やり回しで、指と指が擦れないように、ね、お願いします。これは本当にその指に血流が増えるということは、当然脳に血流も増えるので、解剖学的に非常に脳を活性化する、頭脳の発達、あるいは認知症の予防には持ってこい。だからこれも健康の増進にもなるということです ね。じゃあ次、中指ですよ。中指ちょっと結構、詰まってしまってですね、結構難しいかもしれない。ゆっくり回してもらえばいいと思う。ゆっくり回していただいていいですかね。はい、周りのところの、左回しましょう。どうでしょうか。どうしてもいいかな。はい、指と指が、でも最初は、なかなかね、うまく回らないかもしれない。やってるうちにだんだんうまく回る、ね。はい。どうでしょうか。できましたか。ゆっくりです。最初はゆっくり回してもらいます。慣れてきたらちょっとスピードアップ。はい、じゃあ次、薬指は結構なかなか回らないと思います。ゆっくり回してもらえば、肩に力が入るとなかなか回らないので、ゆっくり回してもらえばいいです。ですかね。できるようになったら反対に回って、左回しに回してもらう。どうでしょうか。ありますかね。はい、ですかね。なかなかこれね、どうしてもこすり合っちゃって、擦っちゃうんですけど、なかなか擦らないように、しっかり、伸ばしてもらうというね。はい、次は小指ですね。小指は結構フリーなんで、結構ゆっくり回してもらって擦らないように回ると思いますね。いいですね。左ね、小指は結構回りやすいと。これをですね、手遊び、指遊びの 前にやってもらうといいと思います。そのことによって結構、指がわりかし自由に動くようになると思います。で、この指の動きがですね、実は本当に脳の活性化というか、脳の状態と密接に関係があってですね、やっぱり脳がすごく活性化していい状態になれば指もあっと速く回るんですね。ただ年を取るとですね、どうしても関節が硬くなってなかなか回らないことがあると思うんですけども、これもやってるうちに関節も柔らかくなって、徐々に回るようになると思います。はい、これが指回しで、
これが本当に脳の活性化にいいと、それから、全身のね総合的な健康にももってこいだということで、栗田先生が開始された指回し健康法です。ぜひ、皆さん、やってみてください。はい、以上です。